バインバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセンー議院行政管区の、リムブルクイコールバイル軍に属す、町村である。バインバッハは、ラーン川とバイル川の下半、ベッツラーと、リムブルク、アンデアラーンとの間に位置している。バインバッハは、北は、バイルブルク、東と、南は、バイルミュンスター、西はフィルマー及びルンケルと境を接している。バインバッハは、 クビウユーのバインバッハ及びブレッセンバッハ地区、エーデルスベルク地区、エルカーハウゼン地区、フライエンフェルス地区、フィルフルト地区、グレーベネック地区からなる。文献に最初に登場する集落はフィルフルトで1148年から1154年の間に記録された。エルカーハウゼンの初出は1191年である。この集落の土着の騎士下は14世紀に 両主の鳥居や広塚砂京と激しいフェーデを戦った。エルカーハウゼン城は1352年に大司教に明け渡され、騎士が復讐の断念を宣言した後に取り壊された。すなわち、堀が埋められ、城壁は一定の高さまで削り落とされた。これにより城塞は頑丈な家となった。1500年頃に破布を道路側に向けた減損する木組建築軍が、 建設された。かつての城塞は四角形の縄張りと塔を有する水木に改築された。1246年にエーデルスベルク、1267年にブレッセンバッハ、1344年にバインバッハが初めて記録された。フライエンフェルス城はおそらくディーツケボーリューのバイルナウケによって建設された。グレーベネック城はグレーベネックに退治する。 ノイ・エルカーハウゼン城を拠点とするエルカーハウゼン騎士課に対抗するために1395年にナッサオケをリーダーとする騎士連合によって建設された。自治体、バイバッハの歴史は1970年12月1日に始まった。この日、ヘッセン州の地域再編に伴って、それまで独立した町村であったバインバッハ、ブレッセンバッハ、フライエンフェルス、 グレーベネックが自由意志に基づき合併した。1974年7月1日2週報に州法に基づきエーデルスベルクとエルカーハウゼンがこれに加わった。以下のリストはバインバッハの属した両方及び行政体を外観するものである。バインバッハの町議会は15議席からなる。イエルク・レージングは2014年からこの町の町長を務めている。 2020年11月29日の町長選挙決戦投票でブリッタレールは57.0%の票を獲得して次期町長に選出された。この町の紋章はエルカースハウゼンの画家ヘルマンクルップによってデザインされた。バインバッハは連邦道 B456 号線によって広域道路網と結ばれている。ブレベネック地区とフィルフルト地区には ラーンタール鉄道の駅がある。1969年までは、現在のフライエンフェルス地区も、現在は廃線となったバイルタール鉄道で、鉄道網に接続していた。バインバッハには、基礎家庭学校が1校ある。ありがとうございます。